はい、歌美濃です。じゃあ今回も三国志波動をやっていきたいと思います。今回はですね、少しちょっと変わった題材をちょっと取り上げたいかなと思っております。賛否が、あるかと思うんですけど、私はまだ、波動自体をやってまだ1年まだ経っていないぐらいな形でやっているんですが、非常に巻き込みをする方で、収録というか動画では撮れなかったんですけど、もう2回、耐えるキルを直接食らいました。ある方にですね。はい。なんか舞台が戦ってるので、おかしいなっていうことがあって、一度目は諸葛亮が直接耐えるキルを、巻き込みの場合は盾をつけるとかがあると思うんですけど、それで対応してたんですけど、多分それが対応できなくて直接耐えるキルをした。で、今回はまた違う花崗トン。まあこの花崗トン体、今すごい重たいですけど、こういう花崗トン体に直接耐えるキルを、私はされたんですよ。で、その方は本当にわざと巻き込みを、もう故意的に巻き込みをしてるというのが確実にわかるので、それは、まあ、波動的にはいいのかどうか。うん、これすごい負荷がすごいな、今回。波動的にはいいのかどうか。うん。まあ、先行サーバーの方は、多分、同時とか、火事場とか、何でもあり、っていうのが主流になってるところもあるという話は聞きました。はい。ただ、こちらのサバでは、一応、同時や火事場は、一応なく、まあ、お互い楽しく、楽しくというか、なんというか、お互いを尊重しながら戦いたいかな、と思っているようなサバで、私は非常に、好感が持てるサバなんですけども、なので、ちょっと本当に賛否があると思います。先行サバ、あとは後発サバによって、いろんな、考えが分かれると思いますけども、ちょっと巻き込みがすごかったので、その一部をちょっと動画にしましたので、はい、今から流しますのでよろしくお願いします。ではどうぞ。